はーい、皆さんこんにちは、のぺです。信長の野望大使やってみましょう。さあ、今回からまた新しい武将で天下統一を目指していきます。今回からプレイする武将はこちらでございます。はい、武田勝頼でございます。今回から武田勝頼で天下統一を目指していきます。武田勝頼は信玄の4番目の息子であり、信玄亡き後の武田家の当主となった男でございます。家督を継いでからは積極的な領土拡大に乗り出すも、長篠の戦では織田徳川の連合軍に大敗してしまい、以降は巻き返しを図るも武田家は滅亡してしまいます。ですが勝頼を高く評価する声、擁護する声は意外と多く、後継者としての体制が出来上がってないのに当主としての座についてしまったことで、さまざまな重圧や圧力を生むことになってしまった悲劇の名将なのかもしれないということで、さあやっていきましょう。で、シナリオの方はこちら、長篠の戦いやっていきます。努力買いました。で、もちろん最高難易度でやっていきます。いきましょう。我が部、その身で知るがよい。さあ行きましょう。さあではお願いします。我が志、必ずや果たしてみせる。さあ行くぞ。で、まずは、勝頼様、まずはこの地図をご覧ください。詳しく知りたい大名を選ぶことで、その者の思惑を知ることができます。で、武士たちは志を抱き、乱世を生きております。周りの大名の志を今一度知っておきましょう。了解しました。それはおいおい確認していきましょう。で、まずは勝頼様の志特性をご確認ください。了解。いきましょう。で、志は、虎を継ぐ者。あー、かっこいい。信玄の息子って感じだね。さあ行きましょう。で、まずは一つ目、強すぎる大将。勝頼は後世紅葉軍艦で強すぎる大将と評されています。これには武に優れたものの慎重さには欠けたという意味合いが込められています。しかし一方で、同時代の信長や上杉謙信は書状で彼の優れた武勇を評価していました。ああ、そうなんだ。で、まずアンロックされている効果は武田騎馬軍、軍馬を装備した部隊の攻撃力が上がり、馬産地でのある証券から軍馬を獲得できる。あー、すごいね。いいじゃん、いいじゃん。では2つ目いきましょう。で、新府建設。荒廃が山である甲府は城下町の拡大には不向きでした。そこで勝頼は新たな府中として新府城を作り整備していきました。完成すれば広大な城下町の建設が可能となり、商業も活発になることでしょう。この新府城をね、作ることによってね、いろいろ揉めたんですよ、勝頼は。で、あらかじめ発動している効果はこちら、競争経済。両外の証券の金銭収入が増えるということで、で、デメリット効果が交渉が不利になる。で、もう一個、決戦に敗北すると戦意と家臣の忠誠が大きく下がる。それはまずいな。さあではやっていきましょう。勝頼様こそ虎が名を継ぎし者、最強となら高き武田軍の名、気がすようなことがあってはなりません。ああ、正幸ありがとう。ご命令を。さあ行きましょう。さあ勝頼の天下取りスタートします。さあいろいろと確認していきましょうか。まずは武田家の拠点、相当広いね。あのね、勝頼の時代がね、一番武田家の領土がね、拡大してた時代だったんですよ。で、まずはまあこんだけ拠点が多ければ、まあ、すぐに徳川家や織田家とも戦えそうですね。で、現在北条家と同盟結んでるんだ。他には北条家とだけ同盟結んでるね。了解。で、現在武将の数はというと、まずはまあ勝頼も結構強いよね。ほどほどには強い。で、甲斐の戦国大名、信玄の四男ということでね、頑張っていきましょう。さあ、そして、現在の武田家、こんな感じでございます。あー、まだ山形が生きてる。だから、長篠の戦い前なんだね。で、馬場信春もまだ生きてる。で、真田正幸は現在29歳か。うん、なるほど。よーし、行きましょう。さあ、そして次は、証券の進出ですね。あー、これ1個。特殊証券がある。でも金が足りないから、独占できません。まあ、なので、コツコツ他の証券に進出してお金を貯めましょうか。じゃあまずはここ。江尻証券。はい、進出していきます。で、次は、母兵か。現在どんな感じ？まあ、農兵が中心って感じだね。まだ足軽を入れるタイミングではないか。で、じゃあ次は開発。まあ、多分徳川家、織田家、そして
上杉家と戦いになるだろうから、とりあえずこの国境沿いに準拳所立てていきましょう。じゃあまずはこちら、はい、じゃあ準拳所、もう2つぐらい置いておきましょうか。で、今度はじゃあこの辺りか、はい、かしこまった。で、今度はこっちやね、はい、もうめっちゃ準拳所立てよう、はい、はあー、で、遠江の方にも進出してるんだね。かしこまった、うん、これは助かる。よし、で、あとはそうだな、商人町、進出する場所めっちゃある。なので、まずはじゃあこちら、で、まだまだあるんだよな。じゃあこうして、うわー、すごい、かしこまりました、で、次はこの辺りか、はい、で、お金はまだあるか、はい、行きましょう。さあ、どんどん立てていこう。で、こんなところでしょう。で、漁村も立てれる。ここか、いいね。で、漁村を立てるとですね、共同収入がちょっと上がる。で、現在原稿録が発生していまして、沼田城攻略、真田正幸を沼田城主にするということで、沼田は現在上杉家の手に落ちてるんだ。だからこれから上杉家と戦えばいいのかな。まずは1ヶ月様子を見ましょう。はい、さあ、まずは各々がどう動く。で、特に動きはなし。で、春になりました。織田家から親善。織田家の細川藤孝と申します。親善の奏者として両家の交わりを亀させていただけないでしょうか。いいですね、それはナイスアイディア。やった、オッケー、素晴らしい。報告いたします。先月の収支です。織田家にめっちゃ嫌われてると思ってた。で、勝頼様、当家に仕えたいという浪人が名乗りを上げております。ああ、お通ししなさい。六角義晴、はいはいはい、じゃあようこそ。かたじけない。さあ、春になったということで農業開始することができます。じゃあまずは海津城土作りで、砥石城土作りで、つつじヶ崎館種まき、かしこまった。で、まだできる。で、岩村城土作りで、かしこまった。さあ、ここで兵糧収入が上がる。で、駿府館も、はい、かしこまった。駿府館、駿府館だっけ、駿府館か、うん、まあ細かいけれども。で、あとはそうだな、証券の進出で、今度はですね、そうやな、じゃあこちら、下山証券かな、かしこまった、はい、で、どんどんお金を貯めていきましょう。じゃあこちらからも織田家に進言仕掛けていきましょうか。はい、じゃあまずは、はい、お願いします。さあ、で、どのタイミングでこの沼田城を攻めていきましょうか。では、もう1ヶ月様子を見ていきましょうか。はいよ。さあ、で、他の勢力はまあ動きはないか。で、準拳所ができ始めた。はいはい、安土城完成。安土城の総霊祭に関して、あるポルトガルの宣教師は以下のように書き残している。この城の工事はヨーロッパの最も壮麗なものに比べても劣ることはない。堅固な石垣の中には黄金の飾りを施した家屋が立ち並び、中央には7層の塔があり、内外ともに驚くべき構造だ。塔もその他の建物も皆堅牢な青い瓦で覆われ、屋根の上には立派な鬼瓦が数個あり、建物を極めて壮麗なるものにしている。よくやってくれたな、五郎さん。ああ、信長だ。で、三輪長秀。いえ、殿のお気に召すものであればよいのですか。ふ、これだけのものを気に入らぬとは言えぬ。まさに我が天下布武にふさわしき城よ。はじめは屋敷と聞いておりましたが、まさかこれほどの城になると。ああ、秀吉、偉くなったね。守りが石垣しかありえませぬゆえ、敵が来たらひとたまりもありませんが。思い違いをしておるなさる。この安土は今も城ではなく屋敷よ。敵を防ぐために気づいたものではない。それではなぜに気づいたのでございましょうか。多くの者はこの俺の住む屋敷を見せるためよ。この屋敷を見た者はその美しさと比類なき佇まいに、誰が天下人であるかおのずと知るであろう。そして城下に住む民は俺の屋敷を見上げ、いずれは己もこのような屋敷にと励むことであろう。従う者には意を示し抗う心をくじき、従う者には望みを示し励む心を養う。それが天下人のやり方というわけじゃな。
わしがもし天下人だったなら、果たして同じことができるか。守りを捨てるなど恐ろしくてわしにはできんの。常に戦場の考えが染みついておるわ。去るよ。はい。貴様も励めよ。お任せくだされ。とある他の宣教師は次のようにも書いている。信長は安土に城と新しい町を建設した。その規模は日本最大で、位置が優れており、立派な住民と壮大な建築において比類がない。わあ、かっこいい。いいな、私もそんなん建ててえな。さあ、で、当家の足田信盛殿、他一名が病にかかったようです。大丈夫か。で、織田家と通商を結べる間柄になりました。じゃあ通商協定結びましょう。はい。さあ仲良くしようね、信長。報告いたします。いつか私も安土城に連れてって。これより、さあ表情でございます。初めての表情、いきましょう。策がございます。で、まずは新しい方策提案。さあ方策をどんどん採用して武田家を強化していきましょう。さあまずは武田家の方策図はこんな感じです。商業めっちゃ発展してるじゃん。で、まあ軍事はほどほどって感じで、論議もほどほどだな。で、農業はちょっとパッとしないって感じだね。だからこの商業系を伸ばしていく感じになるのかな。さあ行きましょう。じゃあまずはまあ論議も大事だからね。じゃあ商業と論議でいきましょう。さあまずはで、ピッカン、一条信達、そしてじゃあ真田昌幸、そしてじゃあ高坂正信、はい、採用していきます。これにて表情を終える。まずはじゃあ武人尊重いきましょう。で、次は論議重視宣言で、次は商人尊重、じゃあ進出費低下で、行動増加で商業行動回数を増加させます。で、次はじゃあ小荷田隊で兵糧の消費量減少しよう。で、今度はそうっすね、まあこんなもんでいいかな。よし、いいですね。いや、いい表情だった。ゲッチ。さあでは今月も証券の進出やっていきましょうか。まずはそうだな、で、ここの塩尻証券まだ進出できないか。なのでちょっと兵糧売りましょう。取引を行いましょう。そうやな、仰せの通りに。まあ2000ぐらい兵糧売れば金銭が4300手に入るんで、じゃあ売りましょう。ありがとうございます。で、これで、はい、この塩尻証券進出できるよね。 OK。 さあで、もう一個はそうやな、じゃあここ行きましょう。はい、 OK、 素晴らしい。じゃあ準決勝もう一個、そうやな、じゃあここ、あー、しまった、先にここやっておけばよかったな。じゃあこうして、はい、かしこまった。さあ行きましょう。さあでは真田昌幸の原稿録、沼田城攻略やっていきましょうか。上杉家に宣誓していこうと思います。さあではみんな準備はいいかな。行きましょう。上杉家に宣誓して合戦を始めます。はい。我が部その身で死ぬがよい。上杉の地に攻め入る。父をも超える我が部、見せる時は今ぞ。頑張れ勝頼。軍神に戦を挑むか。されば相応の罰を与えてくれよ。やばい、怖い。あーで、佐竹家敵対、通称トゥルン、ゆるさん、力を貸すぞ。で、北条家は味方してくれる、ありがとうね。さあでは行きましょう。で、ここをばかりとした、まあさりげないものが手に入ったということで行きましょう。1500か。で、沼田はどうでしょうかね、取れるかな。まずは行ってみましょう。我に続け。さあみんな行くぞ。はい。我が義を示す。で、上杉謙信、農兵青年か。私もなんかやった方がいいかな。で、8200が集まってくるか。ちなみに勝頼の対面はどんな感じ。あー、なるほど、足軽精錬があるか。あ、で、風林火山が使える。んー、だけど今使える対面が徴兵号令しかないか。まあいい、とりあえずこのままでいこう。で、織田家の本願寺家が戦になった。これはもちろん織田家を応援します。助立いたす。そろそろ同盟できそうだな。さあでは行きましょう。沼田城攻めるぞ。行くぞ。さあまずは沼田城到着。沼田城は強行14日、早いね。はい。ただ上杉謙信も黙ってないんだよね。さあで、柿崎景家が率いる8170が
到着しそう。で、8170到着。じゃあ全員で攻めていくぞ。はい。さあみんな覚悟はできてるか。はい、勝敗がいかに転ぶか采配次第でしょう。わかりました。いくぞ。さあ勝頼初陣です。はい、沼田の戦い。武田勝頼 VS 柿崎影家。兵数は私たちの方が有利なんだけど、向こうは農兵精錬使ってるからね。さあ気を引き締めていきましょう。さあ向こうも相当強いはず。で、まずはお互いの部隊を確認していきましょうか。これが私たちか。まあ農兵がメインだからそんなに強くはない。で、向こうも、あ、同じぐらいか。これは勝負できそうですね。さあ行きましょう。はい、海戦沼田の戦い、行くぞ。さあ沼田を取るぞ。今回私は金金陣の沼沼で、向こうは特に何もなしか。しさあとりあえずじゃあ罠にかかるようにこの辺り固まっていきましょう。はい、始めるぞ。さあ行きましょう。ゲチ、さあ大丈夫か。始めるぞ。もうメンツはすごいからな。始めるぞ。さあ行きましょう。はいよ。さあオペレーション開始。はい、で罠にかかったら速攻でそのかかった部隊を攻める。沼にかかるとね、攻撃不可になるんですよ。さあまずは、で今回正幸がいるから、この 戦法だね。表裏卑怯のものを使っていきたい。さあまずはまずはで、どう動く。敵の居所来た。で沼かかった。2部隊さあ攻めるぞ。はい、でまずは、はい、さあ馬だ。馬が攻め時じゃ。はい、で馬だから相当早く動けるはずです。いざ進まん。さあ行くぞ。覚悟せよ。結構な。覚悟せよ。さあ行くぞ。はい、敵の居所。早い早い早い。はい、で集まってきた。ゲチ、覚悟せよ。さあでここでじゃあ、いざ進まん。斎藤じゃなくて、ね、真田正幸。ゲチ、始めるぞ。表裏卑怯をうまく使っていきたいですね。さあ行きましょう。はい、さあで、さあこの沼にかかった部隊を潰す。はい、向かったか。さあ行くぞ。やりたい。作詞前へ。さあで、かかれ。ああ采配もいいな。さあできれば、かかれ。こ、表裏卑怯のもの、表裏卑怯のもの呼ばれるゆえ、見せてやろうか。敵の居所知れました。ああで勝頼、はい、始めるぞ。勝頼は下がっている場合じゃない。前へ。で駆け出した。守りが甘いぞ。ここの部隊やばい。下がって、でこっち、はい、始めるぞ。さあで、はい、でこう、いざ進まん。でまず一部隊やった。誰かが破れると。さあそしてそしてで奈落があった。さあでまずはまずはこの人下げようか。ちょっと切ってしまって、この辺じゃあ勝頼は荒らせていく。はい、で西田さんもじゃあ下がろう。始めるぞ。でこ、はい、負けてやる気は。で、西田さんやられたか。これさあで、沼かかった。あー160だ。よし、力任せとはね。まずはこっち、はい、正幸ご命令を。さあ行きましょう。で、勝頼はこっち。始めるぞ。ね、あとはあとはご命令を。覚悟せよ。じゃあこっち行こう。覚悟せよ。さあまずはまずは、ああ攻撃してる。ナイスと思ったら攻撃されてる。ああで倒したり倒されたり。はい、ごめん。はい、でこう、ああなるくなった。倒せるか。ああよし倒した。ナイス。攻めよ。で次は次はでこうだ。ご命令始めるぞ。ご命令。敵の居所知れました。でまずこうして、でいざ進まん。危な。何し。ああでこの舞台やれる。ああやれた。引くぞ。これほどと。で作詞。負け戦かよ。で表裏卑怯か。現地じゃあまだこうして。覚悟しろ。さあ行きましょう。はい、表裏卑怯。表裏卑怯と呼ばれるゆえ、見せてやろうか。ナイス。で勝つ。はい、この舞台やつです。ああまだ奈落かかってるか。負けるとは。さあどうだ。油断したか。でこの舞台倒した。さあ全滅できるか。ああでやれたか。さあでこの舞台、よし倒した。 OK、 全滅でございます。素晴らしい。でも私たちの被害も甚大ですね。
このようなところで立ち止まれぬ。まあどっこいどっこいの被害か。さあ沼田落とせるでしょうか。さあで行きましょう。で捕獲したのはこの方。あーで柿崎さん捕まえてる。あー処断したいけど、まあここは逃がそう。うん、はい。かたじけない。もう殺すとね、あの尾を引くからね。はい。で沼田落とした。ナイス。オッケー。我らの勝ち。素晴らしい。ナイス。勝ちの気を上げよう。で次はこの二人をじゃあ逃がして。かたじけない。で次はじゃあ行くぞ。馬山市か。はい。じゃあここも落としましょう。出陣する。さあついでだ。で、馬屋橋到着。馬林は強行23日。はい。さあ行きましょう。さあ、使いの者が来たよ。で、織田清る交渉の申し出。ああ、24ヶ月の同盟を締結。長篠の戦いはどうすんのかな。まあ、とりあえずじゃあ受けておきましょうか。ってなったら長篠の戦いなくなっちゃうよね。いいのかな、それは。まあ、勝頼的にはラッキーだと思うけどね。さあで織田家での奏者働き完了しました。お疲れ様でした。でこちら、本願寺家の杉浦玄仁と申します。神前の両者と、奏者として両家の交わりを深めさせていただけないでしょうか。織田家対本願寺家、織田家味方したんだけど、まあいいや。はい、よろしいですよ。さあしっかり内政やっていきましょう。まずはそうですね、こちら善徳寺かな。善徳寺証券、はい、進出。かしこまった。で次は島田証券進出。で今月は農業できるね。じゃあまずは海津城草刈りで箕輪城草刈り。かしこまった。で岩村城、はい、草刈りで今度はで駿府館草刈り。かしこまった。はいはいはい。で今度はじゃあ準権所、ここをパワーアップさせましょう。これで戦場上限が私たちに有利に働く。かしこまった。でこうしてこうして。かしこまった。で金はある。はっ。やっぱね特殊証券ね進出してからかなり収入が上がってますね。でまずはとりあえずこの辺。かしこまりました。はい。まあいつ戦いになるかわかんないわ。でも長篠の戦いやりたかったな。ちょっと残念。さあで今度はそうやな。じゃあ商人町も、はい、じゃあレベルアップさせていきましょう。あとはじゃあこの辺とか。はっ。でじゃあ商人町この辺も承知いたしました。じゃあ増やしていって。はい、いいですね。で漁村もじゃあパワーアップさせておきましょう。はい、かしこまりました。金はオッケー。わかりました。で忘れちゃいけねえのが上司の任命でございます。んで沼田城にじゃあ真田昌幸を配置させましょう。あれ真田昌幸いないな。そうだ、今ねここ武田勝頼の舞台にいるから任命できないんだ。なので早めに馬屋橋を落としましょう。はい。あーで落ちた。よし、ナイスナイスナイス。オッケー。素晴らしい。我らは止められる。さあ早速上杉家の領土を削ったぞ。でこの二人をじゃあ逃がしまして、はい、かたじけない。で勝頼隊騎乗させます。お疲れ様。まあこの辺りが限界じゃないかなと思うよ。はい。でこちら本願寺家と織田家が戦になった。これはあー織田家が勝った。なるほど。さあ本願寺家の運命はいかに。で正幸戻ったかな。報告いたします。じゃあ沼田城に終始です。じゃあ任命させましょうか。これよりあで表情でございます。はい。新しい方策提案。でこれとこれが新しく提案された。でまずはじゃあこちら提案強化1、これを取っていきましょうか。じゃあ次も商業討論でいきましょうか。はい。でピッカン高坂正信、そして真田昌幸からのここはね、じゃあ内藤正人でいきましょう。これにて表情を終える。で次はじゃあ提案強化1取っていきます。でこれで提案ポイントが上昇する。はい。であとはあーこれか、交付支援。よし、行きましょう。さあこれでで効率的投資も取りました。まああとはこんなもんでいいか。あーで農業重視宣言、はい、取りましょう。はい、オッケー。ゲッチ。さあそして城主に真田昌幸を任命します。沼田城だね。はい。いるね。よし、オッケー。はっ。さあでは
沼田城主のに承知いたしました。必ずやご期待に応えてみせましょう。でこれでまだクリアできてない。だから真田正幸が沼田城に入ったらクリアできるんだろうね。さあでは行きましょう。あーで受け継がれる魂、武田軍の沼田城攻略、その裏には、真田正幸の調略による功があった。正幸の父真田幸隆は上野美濃和城主長野成政の客長であった過去があり、正幸はその父が残した人脈を利用して調略を効果的に進めたのである。うむ、ここが沼田城か。初めて訪れたのだが何やら初めてという気がせんな。父上、ありがたきことにございます。良きつながりを残してくれて、もっともそれを生かしたるは我が才にございますが、泊まれ沼田は素晴らしき地だ。四方を山に囲まれた中に良き田がある。新たなる真田の門出にふさわしいな。親方様、父上見ていてくだされ。わしはここを守ってみせますぞ。戦ではなく希望を持って。それではまず北条に挨拶に行くとするか。その次は上杉かの。上野井の和城を信玄の侵略から守り抜いた名将長野成政は死の間際、友人であった攻め団長真田幸隆に沼田城を託したとも伝わっている。守りの名将から攻めの名将に託された城はやがて表裏表のものと称される希代の地匠へと受け継がれたのである。ベベン。さあで、はい、初始元寇録達成です。沼田に真田正幸入りました。でカットレース様、一大事でございます。真田正輝が上杉家に下ったとのこと。マジか。正幸のお兄さんでしょ。あらあら、っていうか長篠の戦い本当になくなっちゃったね。やろうよ。もう信長攻めてこいよ。でこちら、本願寺家の下妻雷蓮と申します。神殿の奏者として両家の交わりを込めさせていただけないでしょうか。あれ前来たよね。あれどういうこと。あれ二人も来たけど、まあいいけどさ、報告いたします。さあ行きましょう。どういうことなんじゃろ。で勝手上様、徳川家康は信濃に兵を進めるつもりのようです。戦になることもあるやもしれませんな。ご命令を。ああそうなの、狙ってんのか家康。まあでも一斉にかかれば家康も倒せそうだけどね。いやーでも信長と同盟結んじゃってっかんな今。あらあら、これはちょっとどうしましょうね。どうも調べてみるとこれね、織田信長でプレイしないと長篠の戦い発生しないっぽいな。まあだから勝手よりはこれから武田家内部の地盤を固めつつどんどん領土を拡大していくみたいな感じになっていくのかな。さあそれでは今回はここでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ごめんでした。さよならー。